皆様こんにちは。アルペンアウトドアーズ港北のスポートモール店のワンちゃんです。今回はスノーピークのタックフードグローストーブの温度検証と支店に取り扱いがあるその他のストーブの比較をしていきたいと思います。今回お邪魔しているのは緑の休暇村青根キャンプ場で撮影させていただいております。アルペンアウトドアチャンネルです。今回の動画の流れとしてはまずは各ストーブの特徴とストーブの使用上の注意点、次に実際に火を灯した時のストーブの比較、そして後ろのシェルターを使ったストーブの温度の検証、最後に番外編となってます。ではストーブの特徴を説明していきたいと思います。まずスノーピークのタクードですね。タクードに関してはものすごく調理に特化しているモデルで、上の鉄板がフライパンだったりが乗せやすい構造になっています。こちらに関してはスノーピークの IGT だったりのフレームにそのままインストールできるので非常に使い勝手も良くておすすめです。なおかつ比較的暖かいっていう特徴があります。では次にスノーピークのグローストーブの特徴を説明します。スノーピークのグローストーブに関しては僕は複写式って言ってるんですけど、周りの人が暖かくなるような構造になってます。でこの間ちょっとこれ僕焼き芋で使ったんですけど、焼き芋上に乗っけておくとすごくちょうどいいぐらいに美味しくできるのでおすすめです。では次に豊臣のレインボーストーブですね。こちらあの傘があるタイプとないタイプあるんですけど、豊臣のレインボーストーブに関しては名前の由来通り7色に光るっていう特徴があります。特にまあランタンみたいに使ってあげるっていうのが主な役割になってくるかなとは思います。では次にこれちょっと僕の私物なんですけど、豊臣の大先生とかって一部では言われてるストーブですね。まあこれに関しては群を抜いて熱量があるので非常に暖かいっていう特徴があります。でこちらなんですけど、僕あの基本的に冬キャンプだったり行くときは他のガスバーナーだったりを持っていかずにもう全部これで調理をしてしまうぐらい熱量があります。では続いてですね、こちらアラジンのポータブルガスストーブなんですけど、こちらの大きい特徴としてはまず今回の全てこれ以外のものって全部灯油が燃料になってるんですが、こちらだけはガス缶 CB 缶っていうガス缶が燃料になっています。で重さ自体も非常に軽くて持ち運びがしやすいっていうのと、スポットとして暖かさを持てるっていうところが大きい特徴ですね。では最後にアラジンのブルーフレームストーブの特徴を説明します。ブルーフレームって言われる由来として中の火が青く光るんですけど、これが非常に魅力的かなとは思います。なおかつこの見た目かなり他のものと比べてもレトロだと思います。こういったカラーの特徴ってカーカムスのテントがこういうカラー出してるんですけど、あ、今カーカムスじゃなくてスプリングバーって書いてますね。そういったテントに横に置いてあげたりすると非常に見た目としてもいいと思います。たとえスノーピーク製のシェルターを使っていたとしてもガイロープだったりがしっかり張ってないとテントが倒壊してしまう恐れがあるので、必ずガイロープ、ペグを打つ場所に関しては全てペグを打った状態で使用するようにしてください。また一酸化炭素中毒の恐れがあるので完全にシェルターを締め切るっていうことはしないようにして、メッシュの部分を開けてあげる、ベンチレーションを開けてあげるっていう安全対策をとって行うようにしてください。ストーブの危険性でいうと一酸化炭素中毒と、あともう一つ火事の危険性があるので、できるだけ巻く中央部で何もない場所で使用するっていうことを推奨しております。必ず安全確保のために周りにあるものをできるだけ離して使用してください。過去に実際にあった事例としては膜が燃えてしまうなり、あとはストーブの近くにガス缶を置いていてそのガス缶が爆発してテントそのものがすごい悲惨な状態になってしまったっていうこともありますんで、本当に気をつけてご使用ください。今回のストーブの検証で使っていくテントなんですけど、スノーピークの
リビングシェル S というテントで実際に検証を行っていきます。行う内容なんですけど、実は今3針同じテントが張ってあります。1つは何もストーブを入れない状態のもの、そして残りの2つにグローストーブとタクウドを入れて、1時間経った後の温度がどれぐらい上がってるのかっていうところで検証していきたいと思います。今現在の気温なんですが、14時45分で 13.1 度です。では実際に1時間後ですね、これ火をつけてみて測っていきたいと思います。タクウドの場合だとライターだったりで火をつけるんですけど、グローストーブの場合だと手で回したら電池が入ってるんで自動着火装置があるので、それで勝手につくようになっています。便利ですね。火をつける前のシェルター内の温度は今15度になってます。外と比べると大体2度ぐらいの差があるかなとは思います。はい、では検証結果の発表をしていきたいと思います。今現在2時間をちょっと過ぎて17時5分、で温度は 6.3 度になってます。ちょっと白い息が出るぐらいと、あと僕も寒くてウェアを変えてます。では実際に測ります。こちらが温度ですね。今現状の温度がこれで21度。そしてこちらですね、今これで24度、24度になってますね。21度の方がタクウドで、24度の方がグローストーブっていう結果になりました。灯油ストーブの番外編として、お客様からよくある声のちょっとした疑問を返答していきたいと思います。まず灯油、そもそもどこで購入するのっていう方が多いと思うんですけど、灯油に関してはガソリンスタンドの灯油コーナーで灯油の携行缶を持って行って入れるようにしてください。そして2個目、そもそも灯油自体の持ち運びどうやってするのっていうところなんですけど、灯油の携行缶が実はいろんなところに売ってます。で、うちでいうところであればヒューナスドルフっていうメーカーの、まあドイツから出てるメーカーのブランドのものがあるので、そちらをお買い求めいただければいいかなと思います。そして3つ目なんですけど、換気をどれぐらいしたらいいのっていうところなんですが、換気は基本的には1時間に1回するで、なおかつ灯油ストーブを使ってる間は必ずベンチレーションって言って、テントの上部だったりにメッシュの網戸があると思うんですけど、そちらを開けていただくことが必要になってくるのでご注意ください。では次にストーブの番外編として、あれば便利なグッズを紹介していきたいと思います。まず1つ目こちらですね。うちの店舗で入ってくるものだとマウント隅のストーブファンだったりが入ってくるかなと思います。そして次にこちらですね、クレイモアのファンです。今アルペンアウトドアーズだとアルペンアウトドアーズカラーのブラックが各店在庫があるかなと思うんですが、こちら夏だけじゃなくて冬でもしっかり役割を果たしてくれます。よくロッジだったりとか長野のどこかペンションだったりとか行くと上に大きい扇風機みたいなのが置いてあると思うんですが、これも同じ役割をします。基本的に熱は上に上がるので、それを下に下げてテント内をまんべんなく暖かくしてあげるっていう効果があります。まあ最後になるんですが、そもそもストーブをお持ちでない方の冬キャンプの寒さ対策っていうところでいろいろあるんですが、まずストーブを持ってない方であれば、例えば電源サイトに行ってホットカーペットを使うだったりとか、あとは湯たんぽ、それから安価、いろいろな方法で温める手段があります。そして一番大事なところ、しっかりしたシュラフを用意してあげるっていうところが一番重要なポイントになってきます。ちなみに犬塚おすすめ、犬塚って言っちゃいましたね、ワンちゃんおすすめはナンガのシュラフです。
今回さまざまなストーブの比較検証してきました。その中で例えば調理向きだったり暖かす重視だったりランタンのように明るいストーブだったりレトロな雰囲気重視だったりいろいろあると思います。お客様の中で一番見つかりましたでしょうか。いろいろと検証動画これからも上げていきます。お客様の一番を見つけてください。